シロさん、はい、11月28日、そうですね、はい、試合だもんね、はい、で朝倉の試合が11月20日ライジンの日と一緒。ひどくないですか。ひどいですね。いやマジで、はい、あのこれ映してるの熊沢です。それよりは僕の、はい、セコンドついてほしい。いやもう頑張れーってしかちょっと言えない、はい、ちょっと改めて邪魔しないようにあの控室とかで、はい、スパーリングパートナーお願いしてもいいですか。任せてください。あの今回僕がライジン見事勝てば、はい、また沖縄大会あると思うんで、ぜひライジンで、僕がライジンを目指す、熊沢組で無差別級で、いや、はい、いいですね、はい、めっちゃ出たいですね、はい、出させてもらえるなら、はい、ということで、はい、練習スタートします。カットしない方がいいかもしれない。そうなんですか。あのカットするとワンテンポ遅れてしまって蹴りの距離になっちゃう。自分が蹴り部にはいいけど、蹴りはカットせずに蹴ってきたらもう入りましょう。うーん、こう構えてて蹴りをカットするっていうのは、今前足のローとミドル打ちの距離だけど、どこにあるか足開けんだよ。カットって足上げる、片足になる、はい、ミドルはこう棒出しだけど、うんうんうん、止まってくれない。そう、シロ君の動きを止めたいと思ったら蹴りを、あで蹴ったら足が止まってくる。パンチが入るとパンチが入ると横の動きが入る、うん、はい、これ蹴りが入ると止まってくる。実際になんなきゃいけないんだけど、でリズム取ろうと思って。やっぱ前から直線系の打撃が。いや、ガード下がってる。あの蹴りが入ると足止まっちゃうんですよ。あのこう立っちゃって。で蹴らないで攻めるとこういい動きになるんですけど、カット綺麗にして止まってくれるんですよ。でこうやって構えて。すみません、あるよね、美味しいやつたくさん。そう、これで全部止まってくれるんですよ。全部当ててくるよ。ひざきなお。カット、ブロッキング、カッティング、全部違うわけさ、はい。みんな一緒に考えてるわけ。はい。蹴るときに、はい、みんながやってるの、蹴ってきたときに、みんながやってるの、上げてるだけだ。はい。じゃあ止まるじゃん。思いっきり蹴って。こんな感じなんですよ。これを蹴ったときに、やって。ほら、ある？はい。これを吸収したらダメだっけよ。で、ブロック、上げてるだけでもダメですよ。基本的に蹴ってきたものに対して自分向かいに行っていこう、うん、そしたら動き出すから、あこれがダメ、これが、あ進む、カットして進む、進む、ミドルは、いやミドルもこう止まってくれるんですよ。蹴るさ、ミドルってみんなこう受けようとしてるさ、はい、ミドルって基本的には、うん、蹴る方向を向きながら吸収していなすわけ、うん、蹴って、うん、はい、はい、蹴って、うん、で、ダメなのがで、何もできない、相手が来る、はい、うん、これクッションが必要だ。ちょっと池田さん、今、僕と白くんやるの見てもらっていいですか、うん、さっきと、ね、で、今のはちょっと注意してない、はい、そんだけ大丈夫、これでしたらパトプレスだよ、うん、こっちでやったら怖そうで怖いけど、いや、あれは保証の話だよ、あれはぶつかった壊したら保証してくんねえ、じゃあ、受けられないのは前でいくね、さあそう、進みながら、その場合自体前に行く、
長さは前に前に前に行きながら横のライン取る。ああ、はい、うん、そうそうそう、これこれこれ、今の今のボクシングとレスリング混ぜろ。前に行ってるから、はい、コメントが、受けるけど気持ち前で前でだから、絶対こっちの方がいいです、はい、うん、途中ミドルを狙った時にサイド入ったのは、はい、受けたね。あれ偶然か、あれなんか狙ってたの、偶然ですね。あんま考えてない。けどあれが入ったから。打ちづらくなった。あ、さっきは吸収してくれてたから、はい、止まってくれるっていう安心で預けてた、ね、あ、さっきはいなされてたから、ここだと足疲れたからなんか、はいはい、横のちょっと横は増やそうかなと思ったんです。レスリングを間に入れたらいいよ。まっすぐしか行かないから、はい、行きながら、横からタックル行くような形のラインに入ってそこから打撃したらいい。あ、うん、あ、そしたら腰が浮かないから、はい、うん、ああ、なるほど、うん、あ、確かに。ありがとうございます。手加減しないよ。怖い。マジです。ライジン終わったらぶっ飛ばして。問題。中国ではやった時に最初はこう、はい、詰まってるか、相手はほら、はい、ラベじゃん。で、はい、蹴った時にそのつけたのがいい。ラベでしょ、はい、これを蹴った時にすぐ蹴れなくなりましたね。こっちに動きますね。リスク高いじゃん。足蹴ったのに顔面殴られたら。そうですね。ルルさんが蹴りなさい。僕もレガス蹴りました。見える、一回抜く、レンミクターの足を下げる、さっきのアンコーンが入って、足はさばいたらもうそのまま行ってもいいし、さばいてから足出してもいいし、こっちの脇が吸収、下がる、腰も吸収し、もちろん肩ポジションだけど、はい、もう一回切っていいですか？いいよ。ちょっとやってみていいですか？行こう。これ片手になってますけど大丈夫ですか？片手になると変速蹴りでやられる可能性がある。ああ。ここで両手で受けてから1本だけ。今入ってくるんだ。必ずこの中に手の中に頭入れて、はい、して蹴りが来ても入ってもそこに頭があれば、はい、大丈夫だから、はい、当たったら決まってばいい。ありがとうございます。Be water, my friend。いい感じしますね。
来ると見せかけてリードパンチ。なかなか。この試合直前に変えちゃって大丈夫だ。オッケーです。ああ、でも昨日どうしようか。多分あのみたいにこうやって入るけど、この足がこのラインだろ。わかる？このラインだから攻撃しても軽い攻撃しか出ないの。もし同じことやるならやるときに足ここにこのさこのさ。この差が必要。そうしないと腰が回らない、しっかり。今はフェイントかけて入ったけど、ここだから力のベクトルが抜けてるし、腰が回らない、自分の壁で。こんだけの差、そしたら腰が回るから、最初にパンチ触れてたさ、今パンチが触れてないわけ。だから当たっても、ペチャペチャペチャしか当たらないから、うん、200本当てるんだったら、ドスンと当てないと。うん、足の奥位置。明確にしないと。いや、あれかもしれない。ここと、ここの差が分からない。ここが、ちょっと、分かってない。あの、みんな難しいかも。ここは、長年習ってるからね。構えて。っていうか、若干、俺より足が内向いてんじゃん。力抜けとるが。こう、こっち向き向いてでしょ。うん、向いてでしょ。これを、こっち側に入る。うん、ここだったら絶対、腰回していくと。ゴンって行くじゃん。うん。スムーズ。でかくない。小さく。もっと小さく。もっと小さく。コンパクト。こうやって入ってた。この間。左だったら、これぐらい。これぐらいコンパクト。ちょっと遅いぐらい。そうですね。でかいの向き。ちょっと。で、あの、伸ばしきったところで当たっちゃうけど、もうちょい余裕があった方がいいな。うん、あの、なんていうかな、肘の遊び、うん、全部伸びてるから、多分コントロールが効かない。上手くなればいいんだけど、上手い人が伸ばしきったところで当てるんだったらいいんだけど、まだそれほど上手くないんで、そんな伸ばしきったところで当てようと思うと、多分すかされた時にバランス崩れて振りもらうから、もうちょい余裕があるところで当てた方がいいです。いや、もう親指1分ぐらい少し入ってもいいよってことですね。待って、直していい？力ね。できんの？流れてるな。そう。説明するんだよ、これがこういう効果が。ここで、ワン伸びじゃなくて、背中と腰で、こっちの足を蹴ることによって、自然に回るように。そう、自然に回るように。自然に回る。これは筋肉を選ぶ。浮くなよ。傾かなくてもいい。自然に回る。自然に回る。これで軽く踏み込んで、うん、当てる。そう。から力入れる。そう。これぐらいの形でやったり、最初のやつは、あの、多分怖さがない。ちゃんと危ないだろ。左が出せるでしょ。打って左が出せるよ。左が出せるよ。最短で。間延びしてるんで、拳出すでしょ。出した自分の手を狙っていってる。それぐらい入る。そう。それぐらい入る。そう。ああ、今いいですね。そう。腕力っていうより回転。今じゃないですか。前に。その場じゃない。前に。
ってあごねらう。おーいいパンチ。振るんだよ振るんだよ手は。左はしっかり振る。ハンドスピード、ハンドスピード思い出す。うん、振れ。今のは、ナイス。相手が下がっても前に行けたさ。最初のやつは前に行けなかった。その場で終わった。フェイントで触るパンチで終わった。うん、今はずっと押せるからチャンスがあったらちゃんと当たる。うん、最初は旧式のスト2みたいな。そうここのライン上で。こうだったんですね。スクロールだったね。これが今ちょっとこう少し横が入ったってことですね。はい。